死体脱尺は尺画家の画である。成虫は羽を広げると、幅34から44ミリメートル。羽は黄色で黒の斑点がある。ユーラシア大陸北部に広く分布し、日本では亜種が北海道、本州、四国、九州に分布する。卵の中の胚子として越冬し、春に孵化して幼虫となる。幼虫は黄色に黒の斑点があり。 反転の数や形状は個体によって様々である。汗び、蓮月辻、山ツツジなどの葉を食する。孵化から約1ヶ月を経ると地中に潜り、単行褐色で体長1.5センチメートルのサナギとなる。サナギは約1ヶ月で成虫となり、夏の間に交尾、産卵し秋になると見られなくなる。卵は葉の上に産卵され、秋のうちに廃止となる。 幼虫の天敵はヒメバチ、ヤドリバエ、クロヤマアリ、ヒメジョウカイ、ミヤマクビボソジョウカイ、クチブトカメムシなど。昭和初期以降、霧島山、雲仙岳、阿蘇山、九十山のミヤマ霧島群落において、しばしば大発生し、花が咲かなくなる被害を与えた。登山者などから、薬剤散布による駆除を求める声が上がったが、ミヤマ霧島を起こしさせるほどの被害に至ることはなく、 薬剤散布は天敵を失いかねないという説もあり、議論となった。AB みんなで作る日本産ガルイいずか V に江崎て映像ほか、原色日本があるいず P. 二 P252 保育者、1975年。ありがとうございます。